コッシーのお気楽サイクリング。おはようございます、コッシーでございます。今日は武蔵塚市に来ています。普段一人で来るときは自走で来ることが多いんですけども、今日はツイッターのフォロワーさんと一緒に、前回行ったカノトイワ、檜原村のカノトイワに行くので、まあ主催者ということもあって、まあ自走できてね、途中トラブルとかでやっぱり行けませんというわけにもいかないので、今回は車で来ました。でまたちょっと集合時間まで時間があるので、まあ集合時間になって合流したら、向かいたいと思います。はい、フォロワーさんと合流したので出発します。気温は最高上で35度ありますが、日陰は若干涼しめで、あとね、風もまだ熱風にはなってないので多少は走りやすいです。暑い。日向と日陰の差がえげつないです。もうすぐ檜原村役場です。はい、役場通過します。この先の橘橋を右折します。あちぇ、日向、日陰は涼しいんですけどね。さっき役場のあたりでは一旦30度ぐらいまで下がったんですけど、また33度ぐらいまで上がってます。日向はね、暑いです。はい、カノトイワ方面に曲がりました。こっから SD カードの容量が許せばノンストップで撮ろうかなと思います。暑い。この辺でも 5% とかあるんだね。
そうですね。ペースじれたいですか、これだと。といってもね、俺もあんまり速く走れない。お車が来た。この辺から日陰区間になったかな。日陰区間だけどずっと登ってるっていうね。ああ、涼しい。
あと1キロぐらいかな。到着です。こんにちは。適当にこの辺に やっと到着して、今隧道を使って裏側に行きます。でこっちが、結構やっぱ今日人多いな。おしょう。こんにちは。首痛い。はい、裏側に来ました。あ、このところね、まとまった雨が降ってなかったせいか、ちょっとね、前回よりも流量が少ないですね。前回はね、さっきの滝がこっちの滝ぐらいのね、流量があったんですよ。
かというと、じゃあとりあえず適当に水遊びをして帰りたいと思います。やばい。今回同行していただいたフォロワーの、N さん、フォロワーの S さんです。いやー、なんかもうね、下界に降りたくないですね。はい、というわけで今回は、2回目の佐野という岩で、水遊びをしに行きました。まあ、前回よりもね、水量は少なかったんですけども、まあ、水が、冷たくて気持ちよくて、ちょっと下界に帰るの嫌ですけども、まあ、時間が経つと、あの午後ね、また気温がどんどん上がって、また熱中症の心配も出てくるので、この辺で切り上げたいと思います。今回も動画のご視聴ありがとうございました。もしよかったら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。